ご視聴いただきありがとうございます。どうもこんにちは、しせいです。今回なんですけども、皆さん河本ひろとさんご存知でしょうか。僕が大好きな、ロックンローラーなんですけども、実は2009年5月2日にですね、ロックンローラーである今川の京志郎さんが永眠されたんですけども、その時に河本ひろとさんがなんとね、ルイスレザーのライトニング、こちらを着用いたしまして告別式に参加したんです。もうそこでね、弔辞も述べられたんですけども、この弔辞がとても素敵でして、まあ、ロックンロールでね、本当にね、あの河本さんの優しさも伝わるというか、非常に感銘を受けたんですけども、河本さんはルイスレザーのライトニングにザ・フーのバンドティーですね、こちらを着用いたしまして、そしてスキニーパンツにブーツというね、まあ、僕が大好きな、スタイルで、登場いたしました。ただ正直ね、あの10年以上前のことでして、その当時は、まあ、本当にサッカーしかやってなくて幼かったので、正直そこまで知らなかったんですよ。まあ、その出来事はちょっとは、うる覚えで覚えてはいるんですけども、なので今初めてねこの事実を知った方もいらっしゃると思うんです。ただ知らなかった方に今回はね、ぜひとも、これは最後まで見てほしいと言いますか、まあ、ロック好きであったりとかライダース好きの方はぜひ知ってほしい出来事だったので、ぜひともね今回の動画で、皆さんにお伝えできればと思っております。でなぜ河本さんがルイスを着て告別式に出られたと思いますでしょうか。まあ、それにはね、最高にロックで、まあ、本当に素敵な、理由があるんです。まあ、それは後ほどお届けいたしますが、河本さんの弔辞から答えが見出せるので、ぜひともねそちらも聞いていただければと思います。それでは最後までご視聴いただけますと幸いです。よろしくお願いします。はい、ということで今回はルイスレザーの動画にはなるんですけども、まあ、僕もねいつも愛用しているこちらのライトニングですね、はい、これを着用して河本さんが、告別式に出られたんですけども、まあ、それの、逸話というかもはや伝説になっているので、まあ、ライトニング狙ってる方とか、まあ、ライトニング今後買いたいなと思われてる方であったりとか、ライトニングにしようかサイクロンにしようかどうしようかなって悩まれてる方にとってはすごいいい動画かなと、ライトニングを買うためのその後押しになってくれるというか、まあ、そういった動画になるのかなとも思いますし、またね、当時を知ってる方々もまた今回の動画を見ていただいて当時のことを思い出していただいて、そのコメントいただけたら非常に嬉しいかなと思うんですけども、今川の京志郎さんは本当に日本を代表するロックスターでして、まあ正直なところ結構ね僕自身聞くことが多いです、最近特に聞くことが多くてですね、まあ、好きなロックスターなんですけども、今川の京志郎さんの歌って本当にね力をもらえるので、コロナ禍の今日においてやっぱりあの方がいらっしゃって歌を届けてくれたら、どんだけ、まあ、数多くの人の心を癒してくれて、まあ、力になっただろうなというか、まあ、救われただろうなっていうふうにね、思うんですけども、まあ、それほど魅力的で本当に人々に愛された方でした。で今回は、今川の京志郎さんの告別式で河本ひろとさんが、弔辞を述べられたので、そちらの音声があります。なのでまずはそちらをご覧いただければと思います。それではどうぞ。京志郎、清志郎、あなたとの思い出にろくなものはございません。突然呼び出して知らない歌を歌わせたり、なんだか弾きにくいキーのハーモニカを吹かせてみたり、レコーディングの作業中にトンチンカンなアドバイスばっかり連発するもんで、レコーディングが滞り、そのために我々は聞こえないふりをするのが必死でした、でも今思えば全部冗談だったんだよな。今日も清志郎どんな格好してたって知り合いに聞いたら、ステージ衣装のままで寝転がってたよって言うもんだから、そうか、じゃあ俺も革ジャン着ていくかと思ってきたら、なんか浮いてるし、清志郎の真似をすれば浮くのは当然で、でもあなたは
ステージの上はすごく似合ってたよ。ステージの上の人だったんだな。一番最近会ったのは去年11月、それはザ・フーの来日公演で、武道館の、その時はあなたは客席の人でした。ステージの上の清志郎じゃなくて客席の人でした。たくさんの人が清志郎に憧れるようにあなたはロックンロールに憧れていました。僕もそうです。そんな一観客としての観客同士の共感を感じ、とても身近に感じた直後、あなたはポケットから何かを出されて、それは業界のコネをフルに生かした戦利品とでも言いましょうか、ピート・タウンゼントの使用するギターのピックでした。ちっともあなたは観客席の一人じゃなかった。僕があまりにも羨ましそうにしているので2枚あったそのうちの一つを僕にくれました。じゃねえや。ただピート・ダウンゼントが使ってたピックです。これはもう返さなくていいね。納めます。ありがとう。一生忘れないよ。短いかもしんないけど一生忘れない。で、ありがとうを言いに来たんです。数々の冗談ありがとう。いまいち笑えなかったけど今日もそうだよ。ひどいよこの冗談は。なるべく笑うよ。そんでね、ありがとうを言いに来ました。清志郎ありがとう。それから、後ろ向きになっちゃってるけど、清志郎を支えてくれたスタッフの皆さん、それから家族の皆さん、親族の皆さん、友人の皆さん、最高のロックンロールを支えてくれた皆さん、どうもありがとう。どうもありがとう。で、あと一つ残るのは、今日もたくさん外で待っているあなたのファンです。彼らにありがとうは僕は言いません。僕もその一人だからです。それはあなたが言ってください。どうもありがとう。ありがとう。はい、ということで見ていただきましたがいかがでしょうか。いや本当にね、河本大翔さんらしいというか、まあ本当に不器用なんですけども、だけどなんかその京志郎さんにすごくね、思っていることを伝えたいっていうところが、まあ本当に、伝わってきますし、河本さんがこう発する言葉ってすごいね、力があるし、まあ一つの曲のようにも聞こえてきましたよね。それぐらい素敵な弔辞だったかなと思います。本当にね、ロックンロールで河本さんの優しい心を感じました。皆さんはね、どう感じましたでしょうか。ぜひともコメントいただければと思いますが、で、音声にもあった通り河本さんが京志郎さんに最後に会った時がザ・フーのライブだったんですよね。ということがあって、まあ、ザ・フーの、バンド T を着られていたということでして、あとは、まあ、京志郎さんがね、亡くなる前にどういう格好をしていたのかっていうね、河本さんの質問に対して、まあ、その関係者の方はライブのまんまの衣装のまま、横たわっていたよっていうふうにおっしゃられているので、まあ、そこもあって河本さんは、まあ、河本さんといえばやっぱりライダースなので、そちらを着用して、告別式にいらっしゃったということなんですけども、
ども、いや素敵ですよね。本当に素敵だと思いますし、ライダース好きにとってこの逸話は本当に知っておかなきゃダメかなと。特に僕はサイクロンとライトニングで言うと、正直ね、ライトニングの方が好きなんですよ。まあ、正直これはどっちがダサいかっこいいじゃなくて好き嫌いの問題だと思うんですよね。なので別にサイクロンがダサいって言ってるわけじゃなくて、サイクロンも欲しいしもちろん、かっこいいんだけど、やっぱ僕の中ではどうしてもね、ライトニングの方が好きだなっていうふうには思っているんですが、まあ、それの理由の一つでもあるのがこのね出来事なんですよ。河本さんの生き様といいますか、そのロックンロールの姿ってのは、まあ、今回の出来事もそうですけども、まあ、こういった背景からもやっぱりそのライトニング河本さん着てるしかっこいいなっていうのがあって、やっぱ憧れの人がね着ているものを着たいっていうのがね、ライダースはあるかなと思いますし、まあ、ただねこの格好には正直賛否両論あったんですよね。ただまあファンの方々は本当にもう革ジャンでよく着てくれましたっていう意見もね結構ありましたし、いろんな意見があったんですけども、まあ、これに関して僕が思うのはやっぱりロックンローラーの清掃って僕はライダースだと思うんですよ。これは間違いなくライダースかなと思っておりまして、それこそ河本さんといえばルイスのライトニングもすぐ思い浮かべますけど、それぐらいやっぱり河本さんといえばライダースっていうのがあるし、まあ、他の海外のロックバンドもそうですよね。基本的にあの年代の方々っていうのはやはりライダースをまあ着られておりますし、まあ、象徴でもあるというかロックの、なので、まあ、河本さんみたいにその告別式とかそういった時でもロックンロールを忘れずに貫いてくれた、一つねこれ伝説として語り継がれるかなと思いますし、純粋にこのロックンローラーとしてめちゃめちゃかっこいいなと思います。本当にねこれをちゃんと知った時に惚れました。お恥ずかしい話で、まあ、正直に告白するとその当時をちゃんと覚えているわけではないんですよね、正直。だけどもライダースを好きになって、まあ、ライトニングをこうどんどん調べていくうちに、まあ、こういった出来事があったよっていうことを知りまして、まあ、そこからより河本さんと、まあ、今の京志郎さんの大ファンになったというか、まあ、そういった背景があるので、まあ、今の若い方は僕みたいに知らない方が結構いらっしゃるかと思うんですよ。なんですけどもやっぱりライトニングにはそういった伝説もあるっていうところも知っていただきたいし、まあ、ライダース好きな方にはぜひとも知っていただきたいので、まあ大変恐縮なんですけども、僕なんかでね本当に恐縮なんですけども、若い僕がね発信させていただくことで少しでも若い方々に響くんじゃないかなと思い動画を撮らせていただいております。はい、ということで今回見ていただきましたがいかがでしょうか。いや素敵ですよね、かっこいい。まあ本当にね、ああいう男になりたいなというか、純粋にね、ああいう大人になりたいなっていうよりは、ああいう男になりたいなって本当に思いましたね。本当にかっこいいです。そしてね、やっぱりライダース好きだったらロックはね、好きじゃないとダメかなと思いますし、まあ今回のね、出来事を見ていただければわかると思いますけど、ロックンローラーにとってライダースは清掃だと思うんですね。僕は何度も言いますが。なので、まあ、ロック好きな人がやっぱりライダースを着るべきかなと思うんですよね。ファッションアイテムではあるんですけど、やはり、ロック好きのためのものっていうのはまずあるのかなと思いますし、まあ、はい、ということで見ていただきましたがいかがでしょうか。結構ね、感慨深いものがあるし、いろいろね、皆さんもまあ、おのおの思うところがあるかなと思いますので、ぜひともね、そちらもコメントいただければと思いますが、まあ、ライトニング本当僕大好きなんですよ。すごく大好きなんですけども、ライトニング悩んでる方、今後どうしようかな、ライトニング、サイクロン、他にもドミネーターとかあるし、どれがいいかなって悩まれてる方にとって、まあ、今回のこの動画っていうのは、少しでもライトニング、買う後押しになったんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。まあ、正直ね、ライトニング以外にももちろんいいです、全ていいです。正直ルイスだと、全部いいモデルだと思います。なんですけども、まあ、僕はその中でもライトニングが好きですし、まあ、こういった逸話があるよってのを、皆さんにお伝えしたいなと思って今回動画を撮らせていただきました。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。こちらの動画が少しでも面白いなと思っていただけましたら、ぜひともチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。